ロドリゴモレノ・マッチャドは、ブラジルリオデジャネイロ出身のサッカー選手。スペイン代表。プレミアリーグ、リーズ・ユナイテッド FC 所属。ポジションはフォワード。2008年にセルタ・デビー後のユースチームでキャリアをスタートさせた。2009年に、レアル・マドリードのユースチームに移籍し、2009年より、レアル・マドリード・カスティージャでプレーした。 2010年8月、SL ベンフィカに移籍金は600万ユーロの5年契約で移籍した。同年8月31日、ボルトンワンダラーズ FC へ、レンタル移籍。2018から19シーズン、コパ、デルレー準々決勝のヘタフェ戦で、ハットトリックを決めると、決勝の FC、バルセロナ戦で、決勝ゴールを決め、チームに、久しぶりのタイトルをもたらした。 2020年8月25日、バレンシア CF は、ロドリゴの遺跡に関し、リーズユナイテッド FC と合意に達したことを発表した。8月29日、リーズユナイテッド FC は、クラブレコードの遺跡金で、ロドリゴを獲得し、4年契約を結んだことを発表した。ブラジル出身だが、U-19 スペイン代表としてプレーし、2010年には、 UEFAU-19 欧州選手権で2ゴールを挙げ順優勝に貢献した。2011FIFAU-20 ワールドカップでは3ゴールを記録した。2014年10月12日に行われた UEFAU ロ2016予選のルクセンブルク戦で A 代表初出場を果たした。 2017年10月6日のワールドカップ予選アルバニア戦で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。